願いします。歌は違う便に1人でお願いします。はい、いいなぁ、いただきますか。ありがとうございます。いつかはその、イルバカ西という個人連載を始まるにあたって、いつかは個展も開きたいなとは夢見てたんですけど、ようやく、皆さんの支えがあってこうやって開催することができて本当に嬉しく思います。はい、昨日実は初めてチェックさせてもらったんですけど、なんとなく想像はしてたんですけど、やっぱり初めてのことなので、実際自分も会場に足を運んで、まず第一印象としてはかなり感動しました。自分が幼少期の頃に描いてた作品を飾ってみたりとか、自分の祖父がもう亡くなってるんですけど、絵を描いたりとかするのが趣味だったみたい でそこからまたインスピレーションを受けて自分も始めることになってたりするの でそれからインスピレーションを受けた作品で、祖父と自分のショーをコラボさせて、デジタルアートというあの作品に仕上げてみたりとか、自分が大好きなハワイの先日ですかね、妹と2人でハワイに行ってきたんですけど、その時に自分のプライベートも垣間見えるような写真も最近始めたばっかりで、本当にいろんなコーナーでいろんな世界観を楽しめると思うので、全体を通して楽しんでいただきたいな。いや、それも本当にこうやって今回の個展もそうなんですけど、いろんな人にチャンスを与えていただいて、それがきっかけとなることが多いので、今までもアーティスト活動はもちろんのこと、演技に挑戦してみたりだとか、こうやって個展を開かせていただいたり、それも皆さんの支えがあってだと思うので、チャンスがあれば何でもやっていきたいなと思いますし、それが片手間にならないように本腰でやっていきたいなとは思ってます。はい、いつかは全国でやれるように大きくなっていけたらいいなと思ってます。はい、やっぱり一番は亡くなってるんですけど、天から見守っていただいている祖父に見ていただきたいなっていうのと、また、家族もかなり楽しみにしてくれてたので、見に来るみたいで、家族にも見てほしいなと思いますし、何よりこの月刊 EXILE を創刊しながら、ファンの皆さんがずっと楽しんでいただけたからこそ、こうやって個展を開けたので、やっぱり少しでも多くのファンの皆さんに見ていただきたいと思います。はい、今回の個展は初めての個展となるんですけど、たくさんの皆さんに少しでも喜んでいただければ嬉しいなという思いで一生懸命取り組まさせていただいたので、ぜひ皆さん足を運んでください。